皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。初めての方も、またリピーターの方も、どうぞ最後まで聞いてくださって、グッドボタンを押してくださったら嬉しいです。またまだの方はチャンネル登録やベルマークを押していただけると嬉しいです。本日2月24日土曜日、神はあなたを忘れていないという題でお話をいたします。思い起こせば、私がお祈りしたことでまだ答えられていないことがいくつかあります。しかしその祈りがもし答えられたとしたら、私の持ち時間が多くそこに取られてしまって、きっと辛い、いや忙しいということになってしまったんだと思います。神様は私が祈ったすべてに答えてくださるのではないと思います。まあ、神様があえて祈りに答えてくださらないということに対して、負け惜しみなしにそれでよかったんだって私はそう思っています。しかし祈ってから少し時間差があって祈りが答えられるってこともありますね。神様は私のことを忘れていなかったんだなって、そういうふうに思います。本当に嬉しくなります。祈りを通して神様は、神を信頼しなさい、そして待つこと、待てって言われることがあるんですよ。今すぐ、カップラーメンのようにね、お湯入れてすぐ食べたい、でも待ちなさいって、今じゃないよって言われることがある。ノーと、その祈りは答えないよって。使徒パウロもね、三度癒してくださいって祈ったらノーって言われたんですよ。そういう祈りの答えもあるのです。でも皆さん、あなたが祈ったこと、神様は決して忘れていない。必ず最高の形でね、答えてくださる、一番いい形で答えてくださる。まあ、私がね、もしね、人間的に頼れるものを持っていたとしたらどうなったでしょうかね。権力とかお金とか人脈とかね。そうするとね、私は牧師として神様プラス、そういうお金も必要だよ、神も必要だけど健康もね、やっぱり信仰者って言っても常識がないとダメだよね。私がそういう牧師になってしまったかもしれない。だから神様は、神様だけしか頼れないような状況をね、私に与えてくださり、神様だけですって、私は伝えることができる牧師にさせていただきました。信仰プラスアルファはいらないんです。神だけに求めたら神が与えてくれるから。私たちはどうぞ神を頼って生きていこうじゃないでしょうか。本当にね、任せて大丈夫です。任せてください、神様に。神は私たちを愛しておられ、あなたを決して忘れることがありません。諦めない、いつまでもイエス様の励まし
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でもお会いいたしましょうね。その時までごきげんよう。さようなら。